の口にペロペロするのが決まりなの。また面倒なのが入ってきたの。なになになに、違うの？ボスは私だよ。嫉妬しちゃダメ。どこまで私を持って遊べば気が済むの？その悪魔。それとこの前は悪かったな。いきなりキスしちまって。キス？ああこうやって近づいて唇を触れさせることで。指導すまなかった。私を、セイジ君が生き返るのなら何でもするわ。愛する人からの決済。眠れる姫をも起こすお約束のあれですね。キスをすればいいのね。早っ。全然生き返れないじゃない。そら15分もやってたら生きてても死にますよ。でかっ。会いたかったぞ、ソーランカー。ほんとにお姉ちゃんだ。すごいよ。あれ家族でもやるのか。間違いない奴だ。先輩、ハドトラ先輩じゃありませんか。あら、彼とはお知り合い？はい、私のファーストキスの相手です。次は私が。来たら殺せ。じゃあこのままでいいんですか。わかったわよ。後ろ向いてるからさっさとしなさいよ。はい、ではさっさと。あっ、体が勝手に。あれ？今ちょっと。
こうして獣とはできれば関わりたくないけど、こいつのことはそこまで嫌いじゃないからだ。ってなんだよ。群れに入りたいんでしょ。歓迎するよ、ジン。コミュニケーションである。最大限の親愛や服従を表している。ただしめちゃくちゃ激しい。何をするつもりなの。友達のキスだから、ただの亡霊だからね。みんなが見てる前であいつと仲良くしたら、セイジ君からキス。仲良く、チビザル。あ、アカネさん。これで仲良しに見えたよね。え、見えたよね。そして一度ペアとなったオオカミのオスとメスは一生を共にする。キトさん、これは違う。私、君を思い出しちゃった。ダメ。これは胸が新しく仲間を迎える時や、最上位のオスに対して取る行動で最大限の、要するにペロペロしたら仲間ペロペロ。